私たちはチーム全体で勝つことを目指して頑張っているので、ぜひ私たちと一緒に優勝を目指して頑張りましょう。男子は、関東理工科リーグ戦第1部昇格、女子は、1部優勝を目指して練習しています。このコートは、クレーコート5面、ハードコート2面があり、ライダー設備もありますので、現役の部員としてはかなり、好きなだけ練習できるという環境があるので、とても充実した、大学生活を送っています。